心まで入らないで、別に隠してるわけじゃないよ。誰かみたいに面白く話せないだけ、それ以上覗かないで、別に嫌だって意味じゃないよ。なんかそれぞれに知らない部分とかあってもいいと思う。っていうか別にあの日の気持ちは嘘とかそんなんじゃないし、口づけ100回したならあなたは100回好きだと言ってほしい。そしたら絶対私は笑って100回あなたを許せる。 Yes, my love story。この街で出会ってからいろんなことを覚えてゆくよ。言葉遣いだってなんだか変わった気がする。あの頃は寂しかった、いろんなことが重なったから、誰も本当の私を知らないわ。言いたくないと思う。っていうか別にどうして、したなら私は100回あなたの夢を見るわ。そしたら絶対あなたに言うから、100回夢でもキスして。 Yes, my love story。したならあなたは100回好きだと言ってほしい。そしたら